さあ始めようか。信じるから。
つもゲートエロチカというね、バンドユニット一人でやってます。ルカイエーイ、シンジルカね、はい、ちょっともう1曲ぐらいしか2番目路線続きませんので、皆さん盛り上がっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。まあね、大好きな爆竹歌うのはいいんですけどね、ちょっといろいろね、ところどころ怪しいとこありますから、みんなにも手伝ってもらわないといけない時があるかもしれません。マイク受けたら歌ってください。よろしくお願いします。えっ、ちょっと桜井敦のイメージじゃないかもしれませんが、信じるかのライブ楽しんで帰ってください。よろしくお願いします。そしたら次の曲悪の花。
終わりでございます。気持ちいいです本当にね、素晴らしいイベントにね呼んでいただいてありがとうございます。普段はね、もっとね暑苦しい暑苦しいやつやってるんですけどね、今日は爆竹風に行きたいなとは思ってるんですけど、ちょっと思い出を語るとね、爆竹ちょっとジャストマーキスがねバーンって売れてる時あたりにね、ちょうどロックに目覚めて、やって、アクの花とかね、出て、でしばらくちょっとねお休みしてたんですけど、次やる曲でね、爆竹に戻ってきました。すごいかっこいい歌をね、久しぶりに聴いてね戻ってきたという、次第です。でね、またその空白の曲をね過去から遡ってまた聴いたりとかして、そんな感じで爆竹を楽しんでいました。皆さんもねいろいろ思い出あると思いますけども、本当にね音楽っていいですよね。楽しんでいきましょう。次もノリノリ曲いきましょう。独壇場ビューティー。
ちょっと時間の加減もありますんで、なかなかね語れないんですけど、多分語りだしたら時間がなくなってしまうと思いますんで、まだ、ね、終わった後語りますからよろしくお願いします。じゃあそれでは次のこれもさっきちょっと名前がちらっと出ましたが懐かしい曲です。いきましょう。 Just One More Kiss。
一言。今日はね、ここで、シェルターのスタッフの皆さんに誘っていただいて、本当に嬉しいと思っています。本当にありがとうございます。そして、今はね、さっきも新次君が言ったんですけど、僕と新次君別々で活動してるんですよね。僕いろんなところに行ってライブをしてみて仲良くなった人たちがね、大体爆竹がみんな好きなんですよ、仲良くなる人は。そして僕のお客さんになってくれた人は皆さん爆竹が好きになるんですよ。それをね、私はルカ現象と呼びました。ここにルカ現象っていうのは今日も何かつけてくれてます。その辺で、ね、ルカ現象、ルカ現象。これね、ちょっと本家に怒られると困るんで、今回でもうやめますんで。ええんちゃう。あと130ぐらいあるんで、今日来てくれてるお客さん皆様にお配りできると思うんで、締め句を皆様ぜひぜひルカ現象を持って帰ってください。僕もそうなんだと思うんですけどね、まあ、去年の今日本当に悲しい出来事がありましたけどね、爆竹まだね4人でもやるって言ってくれてます。僕たちも次は1人です。それでもやり続けようと思います。そしてね、今までね、音楽を始めてからずっとやる側も聞く側もそうですけど、皆さん、後ろの方も皆さん、爆竹にたくさんたくさんの夢をもらったと思います。これからもどんどん、ね、夢をもらえると思います。そんなね、そんな思いを込めて、ね、次の歌をやりたいと思います。そうなんです。Thank you.
Yeah.
後なども楽しんで帰ってください。どうもありがとう。どうもありがとう。新入部長でした。またどこかで会いましょう。バックチーム最後。